のですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。人ね。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ。ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。ほうに背が伸びたね。さあ、もういいでしょ、マヤ。行きましょ。ただいま、ホーニー。あー、むむむ。どうやらこのお方、幼なじみの姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはーい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補習ね。補習ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補習だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補習が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。ってもう槍を構えてる？銃、いや、よし、いけー。って、あ、チャージスイッチが入れっぱなし。
私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、よかった、目が覚めたんですね。モザイク、あなたのことが大好きです。私と付き合ってください。ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。放題先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。放題様、彼女たちは放題様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態になっているのです。目を凝らしてみてください。今の放題様なら女の子の弱点、敏感な場所が見えるはずです。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。さあ、フェロモンショットです。さあ、相手を見つめてあふれるフェロモンでスキューンと撃ってください。それは私が説明。やはり私が見えるようですね。今のあなた、放題様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。まあ見習いなんですが、
私の先輩天使の仕業ですね。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところがありますので、あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから未だにあんな罰を。まったく先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つはずだったのですが、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです。通常一度のモテ期に使う矢は一発限りだというのに、今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分。あ、はい、今の宝大様は人生の全モテ期が今日というたった一日にギュギュッと凝縮されている状態なのです。今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと危機感を持ってください。違います。エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、すべては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速私に宝大様が思いを寄せる人をお教えください。今はということは、かつてはいたということですね。それは確かに脈はなさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。まったく、なんというヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。ヘタレな宝大様を助けてくれる神聖なる妙義です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。
ドキドキフィールド展開。ワクワクするにゃ。セーブしますね。